宝塚市役所放火事件は、2013年7月12日に、兵庫県宝塚市の同市役所本庁舎で発生した、放火、殺人未遂事件であり、行政機関に対する不当要求行為に端を発した、行政対象暴力事件である。2013年7月12日午前9時20分ごろ、市役所本庁舎1階の市税収納課へ、男が、 農税相談のため訪れた。当初職員1名で対応したが、男が声を荒らげていたためさらに1名が対応に加わった。この時、男の持ち物は相談窓口のカウンターに遮られて職員からは確認できなかった。9時35分頃、男は激光して、俺の人生めちゃめちゃや。俺の答えはこれやと述べ、火炎瓶をンから取り出してカウンター越しに、 職員の座席へ投げ入れた。火炎瓶はワインボトルにガソリンを入れたもので、一本目は火のついていない状態で職員の頭部へ当たり、二本目はライターで火をつけた状態だった。前後してポリタンクに入ったガソリンをカウンター内にぶちまけた。これにより発生した火炎はすぐに天井に達し、職員が消火器を使用して初期消火に当たったものの一部しか消火できず、 屋内消火栓の使用も試みたが有効な放水に至らないまま火星が猛烈なため消火活動を中止して避難を開始した。被災した部署では黒煙が天井を伝って視界を遮り避難が阻害された。市税収納化をはじめとしてカウンター前が火災となったために避難経路がベランダに限られた部署もあった。初期消火の際に軌道熱傷を負った職員1名が ベランダで倒れたが、周囲の職員により救出された。9時50分頃までに、庁舎内にいた市民52名、職員642名は全員避難を完了した。男は追いかけた、市税収納課などの職員により庁舎自衛会で取り囲まれた。お茶を飲んでいた男は発見した職員に、何をしようんやと尋ねられると、何が悪いんやと言い直った。 タバコに火をつけようとして止められ、お前ら税金で飯食っとにやろ。市民をもっと大事に旋回などと大声を上げて、職員ともみ合いになった。職員1名へ暴行を加えたため取り押さえられ、その後に臨場した警察官へ引き渡された。火災は迅速な消火活動により、早期に鎮火したものの、職員4名と来庁していた市民2名の計6名が負傷。 男の投げた火炎瓶が頭部に当たった職員に1名が全治約7日間の打撲、火課血種、消火に当たった職員に1名が全治約15日間の起道熱傷などを負った。逮捕されたのは宝塚市内に住む60代の男だった。1995年に同市内でマンションを購入したが固定資産税の滞納を続けたため2003年8月に 市によって、マンションが差し押さえられた。同年以降、税金相談で複数回市役所を訪れたが、税金未納分の分割払いを催促されると、大声で怒鳴り散らすこともあった。2012年11月5日に、市税収納課を訪れた際には、対応した職員に対して、差し押さえをしたのはお前らか。俺は一回死んだ。俺よりももっとひどい目に合わせたるからな。 お前らの家族も覚えとけよ、などと述べ、職員の顔を携帯電話機で撮影した。その他、電話での税金相談の際にも、同様に大声で苦情を申し立てることがあったという。マンションの管理会社によれば管理費などを滞納したことはなかったが、マンションの住民によれば、周囲との進行はあまりなく、事件の7、8年前には、仕事道具を保管するためのプレハブ小屋を、 マンション敷地内に無断で設置して他の住民とトラブルになり撤去を求められると何が悪いんやなどと激行したという。かつては日雇いでゴミ処理関係の仕事などをしていたが2012年末以降は仕事をしておらず貯金40万円を切り崩しながら生活していて事件時には3万7千円しか残っていなかった。男は建造物侵入。 現住建造物等法か、殺人未遂、そして2012年11月5日に、失職員へ、外役の告知を行い職務を妨害したとして、公務執行妨害に問われ、2014年2月7日、一審で、懲役18年の判決が悪だった。2014年7月1日の控訴審、判決、2014年10月10日の、上告審判決でも結論は変わらなかった。 この事件により直接に火災現場となった宝塚市役所1階フロアでは面積約2200平方メートルのうち1442.2平方メートルが焼損した。被災した部署は市税収納課、市民税課、資産税課、新エネルギー推進課、環境政策課、生活環境課、観光企画課、農政課、農業委員会、 会計課の京急課一委員会、そして指定金融機関窓口に及び、カウンターやロッカー、パソコンなどの重機類にも被害があった。その他のフロアについては、園外以外の顕著な焼損被害はなかった。火災現場の開花である G 会では、保育課、子育て支援課、食堂、売店、集中書庫、防災倉庫が、消火活動の際の放水により、天井部分や、 1重機類に水損被害を受けた。特に子育て支援家は被害が大きく、同一場所での業務再開は不可能な状態だった。宝塚市は事件発生4日後の7月16日に市庁舎火災事案検証委員会を立ち上げ、全職員へのアンケートや被災部署職員、消防本部などの関係部署へのヒアリングを実施し、9月には中間報告書をまとめた。 被災現場の復旧工事は中間報告書の内容を踏まえて行われ12月24日に全ての被災部署が通常業務を再開した。ありがとうございます。